お疲れ様、スロットです。今日はこちら枯渇デッキやっていきます。さあ今日は枯渇なんですが、こちらゴブリンの呪いが入った、公開点枯渇というわけでやっていきます。まあ、ちょっと珍しいかな、はい、呪いだから、まあここ最近別に多くはないんですけど、まじ稀にいます。はい、まあ、結構初見殺しでですね、ぶっ刺さるっていうのが強みかなと思います。まあ、能力としてはね、まあ、倒したユニットをゴブリンにします。かつ、呪文レイジみたいにな呪文で、その間なんかバフ効果ですね、はい、敵ユニットに与えるダメージが 1.3 倍ぐらいになるっていうので、モサ来たよろしく。なんか意外となんだろうな、大型を溶かしたりする部分でも活躍できたりします。はい、エリゴレですか、エリゴレかジャイスケラですか。ジャイスケラかな。スケラとかにも一応呪い防衛でグンクゴブリンにしまくってみたいな。あー、いや、エリゴレま、エリゴレっぽいっすけどね、今んとこ。エリゴレにもまあ一応その呪いで防衛とかもね、あったりなかったりみたいな。いや、強っ。さあ、プリンと吹き矢を配置して呪文で巻き込まれないようにしながらの、やだなそれ。一旦耐えか。え、なんかどう考えても美味しい流れではある。吹き矢残れ、オッケーからの右と左どっちを攻めるかって話なんですけど、なぜか左に行ってしまった俺がいる。呪いが、いや、いやー、めっちゃいいウィザードスケア相手。エリゴレね。いや、まあまあ、でも悪くはない。痛い。呪いをいつ使うかなんですけど、まあエリゴレダクネスケキンとか、まあ、形組まれた時にトリマ呪い出しても強いかもね。これいっちゃおうかな。絶対いかん方が良かった気もするが、許してください。いや、吹き矢が入ってる、でかすぎるさあこれ守れるかっていう話ね。守るしかないんですけど、こういうので。さあ、これ呪いが、呪いが頑張ってくれれば、おい、これです。呪いがねゴブリンにして時間稼いでくれてたんですよ今。いやー、優秀ね、プリンで攻めちゃってね。大砲も残ってる。いや、めっちゃいい。ちゃんと呪いが輝いてる。エリアドもいい、盤面も素敵。なんか高回転だからこそ、フキアとプリンセスがね、無限に回るのもいいな。ヤナメレイジボイドだもんね。いやー、痛いなそれ。これでさ、スケとか来た時に呪いとか打っちゃっても面白いんですよこれ。おい、え、さ、都合よくねささっと行く。ユニット配置、え、鉄壁すぎん。呪いとか適当に打って、え、これ山打ちたい。え、これすごいよ。おい、こんにちは。いや、まあもう勝ってたけどね。え、これを初手とかでできるとめっちゃ強いよな。もうワンパンスケブとかに対して呪い打って即やなめ。まあコウモリでも何でもできるか。なんか最近ゴブリンとかギャングとか、なんかそういうね、盾の戦士とかもぼちぼちいるんで、まあダクネとか
その辺全部呪いでゴブリンにできるんで、意外とね、腐ることもまあ少ないっちゃ少ないっすね。縦線か。まあ今回で言うとどうだろう、まあ不意打ちだね。あんまなんかね、雑に裂いてバラしたくはない感はあるな。後ろからなんか裂いてくんねえかな、コウモリとか。縦線ウッドアイスピか。今んとこなんか綺麗なデッキって感じだな。ウッド回ってんのかな、ワンチャン回ってなくね。熱っ、打ってみる。打ってみちゃったり刺さっちゃったり。え、これです。いや、どうなんだ今の、良かったのかな。いや、エリクスは結構使っちゃうんだね。呪いだけだったら2個スなんですけど、呪いプラス嫌とかまで今みたいにやっちゃうとね。いや、まあまあ、強すぎん。あぶねえ、でっけえ。ウッドがあるんすよね。いやー、まあ絶対に左ではあるけど、まあ飛ばしますか。ダメージ稼いできたいしな。さすがに縦線は使わない。うん、進化ナイトもちょっと欲しいけど、攻めでもいいか。これ間に合わなくね。間に合いました。うう、いやー、まあまあまあ、ちまちまね。いや、もう強すぎるやん、あんた誰。あるな、でもまだ。間に合わないでくれ。おい、マシュメプリング。マシュメプリングか今の。でっか。マジでダイナマイトゴブリン強すぎ。いや、まあ今回呪いな、刺さったっちゃ刺さったけど。そうね、俺の作戦をバレてしまうとなかなかね、縦線でね防衛してくれなくなっちゃうんだね、今みたいに。やばいって初手は。ダガーのディガーやりゴムなんでワンチャン MK 枯渇もあったが、迫撃かな。やばい、キングされる。もう受けないんで許容します。からの、いやー、スケキンマンのかー、これめっちゃ来そうね。ギャング
矢田飴使った。これ呪い矢田飴、やべ、呪いだけでよかったかも。え、あれ全部いなくなってる、まずいね。いやー、まあまあまあ痛いね呪い矢田飴がてかダガーガールなのやばいな。枯渇が刺さんなさすぎるんやけど。ダガーガルマジでも消えたっすね。もうダガー使うぐらいならブラスターっていう時代ではあるが、抗いですね。おお、よっ、いや今さ右に呪い打っときゃよかったかな呪いプラスやらんまで行かなきゃいけないんでね。いや、ダメージ一旦追いつきました。問題は、あの、迫撃砲の受けとかいうのがね、俺には存在しない。めちゃんこ使ってくるやん。うわ、えら。やばい。死んじゃった。いやー冷静ではある。一回落ち着いためにいいけど、進化迫撃を耐えれる自信はない。相手受けれんの？いやな、いやーいい受けされてる。回転で、いや肺活量で、うぅ、足面吹き矢とかで、うぅ、待って、やばい、天才やばすぎ、でっか。いや、これです、これをしたいだけのデッキまあ、バレル飛ばしまくって矢波ウッドで耐えられるが、早めに回してね、どっかでユニットで守らすことができればね。え、延命できそう、熱い甘えを絶対許さない。タルボイド取るねないだろ、デリー。え、タルボイドデリー、こんなデッキ見たことねえな。タルボイドデリーか、珍しいな。なんやろこれ、ドリル、やばい。タルボイドデリードリルなんてことがあんのかな。めちゃめちゃ防衛大好きやん。いや、なんかもう一枚ありそうだけどね、ドリルプラスのスキャラ的なねえか。いや、じゃなきゃね、タルボイドデリーみたいな守り特化なんですよ。攻めがね難しいじゃないですか、削れんのって話なんですよ相手。はいよわあ、なんか変なデッキ来たね。
カルボイド出るやばいな。何も刺さらん。おしまいプリンだけ。俺はこれがしたいって熱いでもバレた俺の作戦。ああね、俺が言ってた攻めカードもう一枚ありそう理論でさえディガーでした。じゃないとこんな防衛カード多くなんないんじゃない。いやディガーもあんのかだるいな。これ高めテスラまで読んじゃおうかな。強やばい。やマジで削れない。呪い削りなんていう世界ねえよな。ダメージ少ねえしな。ボイドいやなんかだるいなこの相手のデッキ。プリンフキアがもうちょっと頑張れねえか。いやでかいはみ出し、イチゴ捨てこい。やばい。やばい、サイクルで勝てそうじゃね。ディガー強い。えらい。やばいそれ。まあ、でも相手のドリルが進化するわけじゃないんで。めっちゃ来るやん。多くね。マジめっちゃ来るんやけど。やばい、緊急した。やばすぎるこれ。やばすぎる。ディガードリルやばいな。めちゃめちゃ掘るの好きじゃんこいつ。こいつやばいわマジ。ド変態野郎だな。突破がねむずすぎたけど、難しすぎたが関係ないみたいなね。呪いで不意打ちの呪いやな雨でダメージさして逃げ切るだけのデッキっていう。うんぴ、嫌な名前だ。なんか嫌な名前とか言ったら申し訳ないけど嫌な名前だわ。あーゴブジャイプリプリ的なやつじゃね。はい、よく形くん。いやカツン大砲で受けて大丈夫だったな。プリプリか、まあ陸系。え、ないという。まあ陸系だけちょっとエレスピで頑張れるかなっていう話ね。相手の呪文は矢の雨だったね。ヒースピ、あーレイジかな。かわいそうすぎる受け。まあこれで進化バレルを回してノーマルジャイプリか。
まあ呪いで頑張るか。これボイド吐きそうだな。ボイドねえかもな。なんかヤレイジだけの匂いもします。ってことは大砲マジ強い。うん、カッチカチやこれ。まあこういうのにね使って溶けてもらってもいい。めっちゃいいやん。呪い 1.3 倍バフ効果で、ね、進化本も今消えた。今のめっちゃ良かったな。これね、ふふ、固くね。許して。いやブラスター大きすぎん。やばい、受けがない。相手結構やなめ使ってくれるけどな。バレルさ飛ばせないんだよな、全然流れが。右が強すぎん、その戦術。でももう右で良さそう。やばい、負けさせこいつだけ。おつい、やめて。おい、ジャイプリン怖すぎんだろおい。勢いがね一生ジャイプリンメガゴレイジヒースピくんの怖すぎるが、まあ困った時は呪い防衛で、ね、2コスなんでね、雑に使えるのはいいところか。まあ今みたいな家庭のしかいねえデッキにはね、まあ、攻めで呪いは刺さんないっすね正直。まあ最後の削りか、まああとは基本防衛で使うぐらいで。タイミング、さあ環境ね、めちゃんこ多いもじゃもじゃ迫撃だ。これ呪いやな、マジ。今相手やなめ使ったんで、このプリンとかも残るんですよ。そう、素晴らしいディガ。なんかプリンセス出してからさ、ディガ飛んでくるの早すぎてからさ、プリンに対してじゃないって思ったんですけど、プリンに対してでしたね、ちゃんと。反応が若えな。
さまたやっちゃったりさすがにね回ってねえのかな。迫撃砲の受けがね俺はちょっと少ないな。施設に対してのバフ効果ってなかった気がするんで、その何呪いでこの迫撃を溶かすっていうのはね無理だった気がします。こんにちはまあこれか冷静な許容です。これで相手はもうワンパンでしばきます。 GG。LSP が帰ってきたぞ。おい優秀すぎんだろ。暇やりたいだけやりたいだけ呪い防衛になってるけど、まあまあまあ、いやーちょっと取ります。攻めておくかこれ。守んのむずくね。終わった。やばい。え？危ねえ。危ねえって。怖すぎだろ。え、だって初手のさ、マジ呪い、初見殺しすぎん？まあ、そういうデッキでさえ。まあ、相手がウッドとかやらめとかね、プリンセスに使った後の方が、確実にタワーを落とせはするんで。一旦攻めちゃってもいいな。あちゃくいあちゃくい。なるほど。やばい、あちゃくいに受けない。陸がちょっと少ないのはねデカめの弱点ではあるが、あちゃくいか。まあマジでマックスじゃあちゃくいだな。ボンバーで普段いるっけこのデッキに。あれ、いやこれねいつか進化助でこのバレルを守ってくる時がねえなあ。いやあると思うんですよ絶対に。そこを俺は狙っていきたいな。まあ、暇すぎるなこれ手札。いてし。ウッドないドッキリない。やばい、バレたし弱すぎる。いやウッドないな。ボンバーになってるっすわ。なんかがもう強すぎんだ。いやってことはあるね。あちゃくいさ、俺の陣地の進化ないと溶かしたよ。強すぎん？そんなことあんの？進化ないとよ。一応。いや、デリバリー。
デリバリーは強すぎんだろ、おい、どうなってんだよ。呪い全然刺さんねんじゃねえかよ。本当に呪いを刺すデッキになっちゃったか、意識しすぎたかな。いやでもね、いやそうね、毎回ちゃんとデリとかウッドとかこういうねボンバーとかで受けられちゃうと呪いやな、め意味なし。近畿だけはやめてください。スケウッドね、相手のスケを都合よくな、多くね。あ、着衣ロイホグ、そんな今前んのかって話を。いやーでかい、やべ、ウッド型ね、これ2連チャンまずいな。しかもさっきよりきちい、さっき相手ウッドなかったかんな。ウッドなくて勝てねえのにウッドあって勝てんのかって話は。いやマジでバレルを進化付けて対応してくるところを呪いで事故らす。よし、スケを回せ、マジそれしかない。いやロイホグクイックされるだけで終わるんだね。あれ全員来た。いやここだな、進化スケのサイクルではある。でもヤナマル打つコストがねえ。そこか、進化スケ。進化スケちょっともう一回、じゃ相手の進化スケを利用したい。待つか、そんなのじゃなきゃね、ちょっときついんだよな。いやウッドもあるもんな、何でもあるやん。ふん、嘘みてえに呪文多いんだけど相手でかい。ふん、なんか呪い待ちいらねえかも。やばすぎる、やばすぎる、呪いいらない事件。おい、一回も使ってねえぞ、おい。立ち回りを見直した結果、まさかのリベンジ成功なんだけど。逆にボンバーの方がきつかったのかな、わかんねえな。ちょっと悔しいけど、なんかその呪い呪いで勝ちてんだよ俺は。おもろいんだよ呪いが刺さんの。やなあめいいね、やなあめ咲きました。お、やなあめコウモリちょっと見ない、あー同じや、みんなこれや。まあでも呪い刺さりやすいんで
俺視点は嬉しい。結構入る。いやー今のにさ呪い打つかも悩むよな。絶対逆だな。まあいいか。いや打ってもよかったかもな。いやまあまあまだバレてはないよバレてないの大事だからね。で基本バレルをユニット強をするなら後ろにユニット出すと思うんで手前に、ね、もう一回ないと受けてほしいな。えらい激金もあるもんね。頑張れよもうちょい。じゃあムートだるいね。え？進化迫撃をさ守りに使ってくれてんのめっちゃ助かるな。やべこれ矢波使ったわ。もってえねえこれ。右に呪い矢波マジぶっ刺さってた。やめ届かん。コウモリ来い。いやあのねまだバレてないっていう話する俺の呪いバレてないっつったよな。いやなめでもね。いや全然いいか。今のダメージでかすぎるやろ。ああプリンの延命なんかいらねえか。熱すぎん。え、こんにちは。おはようございます。よーついそっちに斜め使わせて。うん負け筋きた。あぶね、あぶね、今負けてた。折れなきゃ負けてたけど折れたんで俺の勝ちないっす。これが呪いです、まあ、枯渇デッキなんで最悪呪いはいらないですけども刺さりそうな場面ね絶対、まあ、絶対ではないけど結構あると思います。はい、そういう時にちょっと積極的に呪い穴目やってね不意打ちでちょっとぶっ刺してみてください。呪い枯渇でした。ではお疲れ様でした。またね。